日本中の市町村、日本中の各都市、日本中の大都市、そこに住む皆様方、おはようございます。赤毛田チューブでございます。赤毛田チューブ、今日も自分のために気を送っております。皆様方におかれましても、ぜひともご自分のため、ご家族のため、また奥様のため、そしてお父さんお母さんのために頑張っていただきたいと思います。そのことを日本を掲げします。日本が良くなれば、日本は私たちにフィードバックをくれる、尊い国の一つでもございます。今回のお題はね、空母いぶき、敵にも愛をという題名にしたんだよね。そうつけざるを得ないくらいね、これ憲法9条をとにかく愛しているということで、無法なことはしないようにということだよね。そういう、それにもう準じた物語になっちゃってるよね。本来だったら、憲法9条という足かせがある、それをどうやってクリアして、しかもその戦いに負けないようにするか、そして日本を守りきるかっていうことに専念するかっていうことが、多分俺は主題になってると思うんだよね。原作読んでないからもう原作読んでないでこういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、でも映画をね見させていただいて、すごくね、こう規模の大きいね、物語を、それなりにやってるとは思うんだけど、僕なりに思ったことは、やっぱり一番前面に出てたのは憲法9条だろうなってそう思ったのね。なのでこのような題にしました。それでは始めますだね。これってね、憲法9条、第1項第2項のことをもう口が酸っぱくなるほど言ってるんだよね。だから例えば政治家が言う、それから新聞記者が言う、そして一般の国民は平和に暮らしているというところを見せてるわけだよね。その日本、その国憲法第9条のことを、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使はって言うと、永久にこれを放棄するというような感じの歌をね。で今回、いぶきを見てて、本当にこの条項そのまま、それの宣伝映画なんじゃないかなって俺思ったよね。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を、誠実に希求して、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。第2項、前項の目的を達するために陸海空軍その他の戦力、これを保持しない、国の交戦権、これを認めないということを言ってるわけだよね。でも、もしそれでもだよ、来ちゃったらどうするかなっていう、のが今回のいぶきっていう、その漫画から来てるね、その空母いぶきの話だと思うんだけど、本当にその日本がちょっとねいじられただけでてんやわんやするというところがあるんだけれども、いろんなところがあったね。国際法を守ること、でも国際法を無視してくるっていう人たちがいるとしたら、国際法を守ることにどれだけの意味があるのかということで、最終的にそういう交戦権があるのかな。そして、それを言っちゃいけないということで、自衛隊ということにもなってるわけだよね。ちょっと待ってね。でね、これ外敵が攻めてくるわけよ。このあれでね。で、この外敵がの中に、中国は入ってないんだよな。その米中ロの三すくみの中で、その感激を縫って
あの敵が攻めてくるんだけれども、これがあのたった建国3年の国がだよ、日本を攻めてくるんだよ、ね、莫大なお金をかけて攻めてくるってありえないでしょ。そして、国連軍が出てきて最後をあの締めくくるわけだよね。要はもうここで打ち止めにしろということで、その国連に頼るわけだよ。でも国連ってさ、日本潰れてほしい方じゃなかった？どちらかというと、ね、あの、ありえないのが、そして米中ロが共同でそれを抑えに来るっていうのはありえないでしょ。5大国のうち、ね、もう全ての国が OK しなければ国連は動けないわけだから、このうちフランスでもイギリスでもあのノーって言えばこれおしまいなわけでしょ。だからこれもちょっとないんじゃないかなと思うわけ。だから原作を俺読んでないからどうとも言えないんだけど、多分原作はここら辺をね、あの必要にその憲法との絡めから言ってどこまでが許されるんだということでやってるとは思うよ。やってるとは思うんだけど、それが非常に強調されてる映画だと俺は思うよね、うん、だからね、あの非常にあの勉強になる、あのあどこまで許されてどこまではね、あの許されないのかっていうことだよね。国民と私は約束をしたというふうに、そこに出てくる首相は言うんだよね。だから戦争は起こさないということを約束してるんだということを言ってるわけだよね。でも現実に戦争が起こりつつあるのにそういうことも言うでしょう。戦争を許してはならない、そういうことを言うんだよね。そして国連の言うことを聞くと言って、国連軍の要請をあの引き出すようにしてるわけだよね。でも俺は思うんだけども、国の都合ってのがあって五大国がある、その国の都合が入ってるとしたら、日本攻めてもらうのは非常にありがたいじゃない。そしたらその後でも来れるわけだからさ。そしてその時があのクリスマスの夜だったわけだよね。結局それが起こるのがね、最初のね、とっかかりが確かね、国籍不明の漁船が20隻ほどいるということ、これは多いなって言うんだよね。どこが多いんだろう、20隻程度で。だって200隻ぐらい来たことあるわけじゃない。ねえ、だけど、そう言わざるを得ないのかね。その保安官というか、海上保安官がそのように言うわけだよね。ただね、その、伊吹の、艦長が、まあ、病気というかなるんだよね。そして、その代わりに入った、人が、艦長になるわけだけど、その人がかなり活躍するわけだよね。現実に言ってこの人が首相になったらよかったんじゃないかなと思うぐらいの英断を言うわけだよね。で、その首相になる役の人がいたわけだけども、こういう名詞は避けるけど、この役の人は首相の役をやるのが嫌だったっていうわけだよね。首相の役をやるのが嫌だったら他にも役があるんだよ。スーパーの店長ってのが出てくるんだ。これを頼んでそのスーパー店長をやればよかったんじゃないかなと思うわけ、うん、だってそのぐらいねじ込むことができる俳優さんでしょ。だからできたと思うよ、それは。やっぱり一番多いのは二度と戦争を起こしてはならない、それで二度と戦争はしないっていうことだよね。これを非常にたくさん言ってるんだよね。とにかく平和そうな日本の方を映してね、日本の風景を映して、そして、戦争は嫌だっていう、ことを特に報道機関、それから政府、そういうところがね、そういうふうに、なるようにしてるよね。だからそこがさ、なんか憲法9条を守る人たちがこの映画に対して並々ならぬね、やっぱり力を出してんじゃないかなと僕は思うわけだよね。そしてまあ例えばさ、あの捕虜を捕まえるわけだよ。まあ戦闘で捕虜が捕まるわけだよね。
ミサイルが当たった戦闘機が脱出した海上に落ちると、その海上の捕虜を救助したわけだけども、その救助した捕虜がね、他の日本の方のやはりあの海上に墜落して、で、その時脱出したあの日本人のパイロットとあの同じところにいたんだよ。同じところにいるってのもおかしいんだけど、でもその時にその捕虜がね、その日本のそのパイロットを殺すんだよね。その後の対応がね、あの大人なんだよな、大人なんだかわかんないけど、捕虜に対してね、まあ、同僚が、まあ、死亡させられたわけでしょ。もうこの時点でこの人って捕虜じゃないよね。だから、こいつっていうことでさ、ね、なんとかしてやろうって思うじゃんみんな。でそれを制止するんだよ艦長がね。でなんとね、英語で説得するんだよ、ね、今日はねクリスマスなんだから、クリスマスの夜はメリークリスマス、静かにしようよっていうことを言うんだよね。それで納得するかね。だって何にもさ、ね、あの何にも日本に火がないのにさ来てるような状態でしょ向こうが。でそういうその国民が強要があってね、そういう、あの東洋だよね、東洋の人だよそれもね、東洋の人がだよ、その一兵士がね強要があってメリークリスマスだからっていうことでその涙を流すかな、流さないと思うんだよ俺はね。だからそういうところも非常にあれだけれども、でもね日本人としてはさ、クリスマスよりも正月だろうっていう感じあるけどね、うん、もう年末なんだからね、ちょっと静かにしてよって言う方が俺はよっぽど言えてるかなとは思うんだよね。だってもうすぐお正月だぜ年がね明け、年が暮れてそして明けようとしてる時だからね。まあそんなこんないろいろあるわけだけども、これ日本のその、まあ、首相になってる役の人がね言うのがね、専守防衛のことをすごく言うわけ。専守防衛をその守ってると、自衛隊は非常にありがたいと、ね、この専守防衛というのは防衛の本質ということだよなっていうことを言うわけで、日本の防衛の本質だって言ってるわけだけれども、どうなんだろうね、防衛っていうのはどこまでそのっていう歯止めってないんだよ本当は。だけど例えばこういうことを言うわけだよね、これ以上エスカレートしたら向こう日本人に危害が加わるって、それはそうなんだよ。だからこそさ、向こうのミサイルが怖いから、だから俺だってさそれはそう思うよ。だけどその戦闘シーンでさ、ね、これ以上やっちゃダメだっていうことを向こうに見せたら向こうが引くと思う？逆にこれ幸いって思うところないかな？これ幸いと思うと思うよ俺は、うん、だってそれは戦国時代だってそうだと思うよ。途中でちょっと、これやりすぎたからちょっとやめようとかね、そんなこと言ってたかね戦国時代の武将たちが。ないよねそれはね。今日はそんな話でした。